危機管理学、生物環境学。ああ、ちょっと待って。ボリュームをもう少し上げる。オッケー、すまん。もう一回言って。飲みすぎて、耳が遠くなってきたんじゃないか。まさか。この私が、ウイスキーごときに。ならいいが、続けるぞ。我々があの時、敬語依頼をされていた亡命希望の学者や技術者たちは、本当は、危機管理学、生物環境学、病態学、 生体防御学の研究者たちだったんだよ。病態学、生体防御学、ねえ。うーん。光半導体がどうのこうのとかじゃなかったんだ。てっきり、日本の経済を回すための要人たちだと思ってたんだが。表向きはな。なあ、つくよう。彼らの専門分野から何が言えるんだい彼らの専門分野だけでなく、あの潜水艦が運んでいたマンモスや永久凍土、そして、 潜水艦内で眠りから覚めてしまった古代ウイルス、または細菌。これらを考え合わせると、あの潜水艦は生物兵器に関わっている何かを運んでいたということは確かだ。生物兵器か。でも、そうなるだろうな。しかし、なぜあの時、護衛する我々に彼らの本当の専門性を明かさなかったんだ日本政府がカラスを信頼しきっていなかったってことだろう。力が抜けるな。 こっちは命がけだったっていうのに。まったくだ。なあ、この情報はカラスには開示されたのかいああ。我々が計画している手を救出については極秘にしているが。そうか。で、カラスはどう分析している知っての通り、カラスは Y 国、教団 X、Z 国、これらに我々のスパイを潜入させている。Z 国の話は初めてだが、まあ当然か。カラスは、 彼らを通じて各潜入先へテオからのメッセージカプセルの内容を流した教団 X だけに流したと思っていたが全部に流していたのかああまあそれが妥当だったなでその段階で教団 X が明らかにあの海域での調査の頻度を少なくしたそうだな純粋に資源調査に戻っているで情報を流した後これまで入手できなかったような情報が我々のスパイから届き始めているんだ まだまだ届くと思うんだが現在までの情報を整理していくとこうなるおっと沖縄の無人探査機チームからの報告だ今朝こちらにもテオと夏目教授の生存確認の報告までは来てたがお前も聞いていてくれ了解だおお夏目お疲れ様ですみんな楽しんでるかおなお昼もお天気最高ですよよかったなおじぎアンナちゃんも船酔いしていない 大丈夫か大丈夫ですよ久保田のおじちゃんに釣りを教えてもらってますよかったね何より何よりで夏目その後どうだ滞りなく全て時間かかりましたけどそうかでは来週月曜日からまた仕事再開できそうかはい問題ありません久保田さんとも打ち合わせほぼ済みましたしそうかじゃあ気をつけて帰ってこい了解です次ギバカンスは終わりだぞ 月曜からは、また仕事だ。あれ時期あ、あんなちゃん、あ、いてますよ。おな。なんだか、あんなに大物がかかったみたいで、私もちょっと行ってきます。そうか。じゃあ、また来週な。久保田さんにもよろしく。了解です。では、い、るめてゆめて。はい、引いて引いて。バンジーうまくいったみたいだ。えらく慎重な会話だったな。彼方の様子が、監視や盗聴されていることを想定してな。 そうか。どうしたいや、後で話そう。何にせよ、二人の救出に目どがついてよかった。ああ。夏目の指示は相変わらず的確だな。ベテランの総司令官並みだ。まったく。それで、さっきの続きだが、現在までの情報を整理するとどうなるんだ時系列で話すぞ。頼む。おそらく、10年以上前から、Y 国と日本は、共同で生物兵器に関わること。つまり、 生物兵器の使用を抑止するための研究。または、生物兵器の製造のために、専門の学者と技術者を日本へ亡命させようと動いていた。前者のためであることを祈るがな。でそして、集めた5名の亡命希望者を、あの潜水艦で日本へ運ぶ計画を立て、実行に移した。ここまではいいかああ。ただ、なぜ日本へ亡命なんだ普通は、外国へ亡命だろう それは後でカラスの見解を述べることにするよ。うーん、嫌な予感。関わりたくねえ。まあまあ。次にだ。8年前。正確に言えば9年前になるか。ワイ国内のツンドラ出現で、夏目教授が永久凍土の中から氷漬けのマンモスを発見した。この時の永久凍土調査は、ワイ国と日本の共同チームで行われたらしい。ただ、発見したマンモスをワイ国の研究施設へ移す際。 マンモスの体内と糖度の中に我々が免疫を持たない未知のウイルスまたは細菌が存在することを発見したそれで日本へそれを運ぼうということにそうだおそらく亡命者たちの計画とうまくタイミングがあったのだろうだからなぜ日本へまあ待て焦るな分かったでやはり夏目教授はウイルスや細菌のことを知っていたんだなそうだろうでないと潜水艦に乗るはずがないそうか 残念だが、夏目教授についても、バイアスをかけずに見極めていかねばならんな。しかし、これは夏目教授の問題なのかそれとも、彼が所属していた地質海洋リサーチインシチュートを巻き込む問題なのかカラスの見解をズバリ言うとだな。あの研究所や久保田所長については、全く関係のないことだったと捉えている。となると、夏目教授だけの関わりかあ、はあ。 しかし、夏目教授もマンモスを発見した時点からの関わりだと予想できる。一言で言えば、彼は本件に巻き込まれたわけだ。そうなのか。ああ。つまり、防衛希望者を日本へ送り込むというミッションと、夏目教授とマンモスの搬送は別々のミッションだったということだ。なるほど。我々が依頼された警護対象リストに夏目教授の名前がなかったのは、それも関係しているとああ。我々は日本政府から依頼されていた。しかし、 おそらく、夏目教授やマンモスに関しては、ワイ国独自の判断で遂行されたことだったんだろう。うーん。夏目教授がマンモスの危険性を知りながら、あの潜水艦に乗り込んだのは、ワイ国がよほどうまく彼を説得したからだろうな。夏目教授なら、あの潜水艦内部の状況を把握すれば、生物兵器に関わるだろうということはわかるからな。生物兵器の使用を抑止する研究のためとでも説得して、情に訴えたか 大いにあり得る。なんせ夏目教授は世界中がパンデミックになったという時代を経験しているからな。自然発生ウイルスが原因と言いながらもってやつだな。そうだ。だから世代的に彼は生物兵器に対して過敏な学者のはずだ。人類を脅かすかもしれないウイルスを掘り出してしまった夏目教授には断りようもなかったか。次は8年前の潜水艦爆破についてだ。 カラスの集めた情報からだがやはり教団 X の後ろには Z 国の存在がある予想できたことだ Z 国は8年前の時点ですでに Y 国と日本が共同で生物兵器を開発していると結論づけていたようだふーん信じたくないが日本が生物兵器の開発をかそれマジなのその点後で触れるので今は置いておこうでなとにかくそういう結論を持った Z 国は当然 兵器のターゲットが自分だと思うだろうそれで、潜水艦の情報を得た Z 国は、自国を脅かすことになる火種である人材や未知のウイルスや細菌を根絶するために潜水艦を爆破した、と実行犯は Z 国が手名付けていた教団 X だったかな。あの時、教団 X の医学研究所が顔を出していたのは、生物兵器が絡んでいたからだったか。そういうことだろう。なのに、日本政府は、 X に極秘にシャイまで何とも情けない話だ潜水艦沈没という大事件にもかかわらず日本がこの事件を大々的に報じなかったのは当然だ源泉が日本領土に入っていたことが明るみに出るからだろうああまともなマスコミなら気づいていたはずなんだがな気づく能力がなかったと見るか気づいていても追及しなかったと見るかどちらにせよマスゴミと呼ばれるのは仕方ないなもともとマスコミは 社会の後期と呼ばれていたのに。マスゴミどころか、最近の若者はもっと的確に呼んでるぞ。そうなのかああ、大学生の間では、報道機関は報道機関、放送局は暴走局と呼ばれている。ははは。放送局か。それは傑作だ。しかし、それにしても、あの時の外国の諦めの良さよ。諦めの良さはあ、自国の源泉が沈められたんだぞ。 それなのに、Y 国は沈没した潜水艦の捜索を早々に切り上げやがった。私はあの事件の後すぐにカラスを出たからな。詳しくは把握していないのだが。異常に諦めが早かったんだ。生物兵器の開発が露見することを恐れたああ、恐れたと言っても、表社会に露見することをだがな。裏での駆け引きは話が別だとそういうことだ。表ではちょうどあの頃、Y 国はいくつかの国に対して、 大量破壊兵器の開発をしているという疑いを強引にかけて、牽制していたからな。なんだそりゃ、めちゃくちゃだな。しかし、結局、Z 国の予想通りだったわけだ。裏を読み切っていたというわけだな。まあな。ただ、カラスの見解では、そこが少し違うんだ。どういうことだ